マスダ県行は、室町時代後期の岩見の国人領主。マスダ市当主で、第15代七尾城城主。妙義寺の前にある増田小中、マスダコ守県、行の像マスダ第14代当主。マスダ県の子として生まれる。少年は不明だが、通説で、大江27年生まれとされる摂州より2から3歳年下と、推定される。影響3年、大内森見に従って、 九州の小二と戦った増田賢利は森美と共に戦死した。この時、賢利と共に従軍していた着子藤二郎も戦死しており、同七年に増田氏の一族、家臣は賢利の維持少女に寄生文を提出している。少女は同九年に岩見守護の山名広隆を烏星親,親として元服して県行を名乗るようになった。家督を継いで以来、 増田氏の当主を長期にわたって務め、大内氏のみならず、室町幕府とも、直接吉見を通じて、勢力を拡大させた。元服の翌年となる影響を10年に、幕府から領地の安堵を受けると、同影響を11年に、幕府や死後の圧戦によって、三隅氏、福屋氏、須府氏と関係を改善し、敵対関係にあった岩見義シ氏とも緊張緩和に成功している。 一方で、幕府や大内氏に従って多くの戦いに参戦しており、柿津元年から干渉4年にかけて地元岩見の他に、九州北部、三正河国、張間国、伊予国、河内国、木の国を転戦。柿津二2年から3年に、大内氏に従って九州北部に出陣する際には、父親の敵である小二氏が相手であるためか、岩見、 秋の国人たちに参戦を働きかけた。また、干渉年間に河内で畠山吉成と戦った竹山城の戦いでは、激戦により益田市にも大きな損害が出たが、その選考により引き付衆の一員に加えられた。県業は干渉元年からは在京していたが、同干渉2年にはこの定権に家督を譲った。この定権が、 同官章6年に幕府と対立した大内範利広に従ったため、兼業は刑から逃げ出している。これ以降、兼業は隠居する。応仁の乱が始まると、増田帝剣は大内政広に従い西軍に属したが、文明2年に、東軍の誘いで大内教皇が、都王国で反乱を起こすと、帝剣は、東広氏守と協力して、反乱を鎮圧した。その一方で、 隠居していた県行が、東軍の細川勝元と通じることで東軍からも、所領安堵を得ていた。晩年は、七尾城尾崎丸の山麓にある、太遊安で過ごした。県、行の墓は、太遊安内にある。摂州と信仰があったと伝えられており、文明11年に、増田に招いている。その時に、摂州が描いた県行像は、国の重要文化財に指定されている。 その他、七尾城跡に近い妙義寺の前に記念像が建てられている。ありがとうございます。